タでです。す、えー。まあ、1分間のユンク今日はあ、まあ、プライベートでお仕事休みでしたけどなかなか休みの日に、えー、いろいろとスケジュール出ますね。えー、10時から歯医者またその携帯のいろいろと携帯のそれと、まあ、妻のの えー、た誕生日またいろいろとショッピング、えー、大変ですね夕方少し一休みしましたけど、えー、なかなか、えー、先ほども話しましたけど、えー、春があまあ今週寒さが厳しいとも言われましたけど、えー、ベランダの初めて、えー、バラの植え替えを、まあ、剪定ですね、えー、思い切って剪定して大丈夫かなと思いましたけど。 土土土土と肥料、えー、ですねと最近少し、まあ、こまめに水をやって、えー、少し芽が吹き出してきてますね、えー、また一斉に花が去年は結構花が2020年は結構花が咲きましたけどそういうことを期待して、えー、なかなか大変ですねそういうことで、えー、また明日からお仕事ですね、えー、今日はお仕事ですね 久しぶりに休みなのに、えー、早く、まあ、起きるまあ普段早,早に早起きすればいいんですけどなかなか今日は早くしましたけどどうしても、えー、夕方少し1時間2時間あよくなりましたですねそんな感じでえスアート、ま、です、えー、なかなか,なか,なかもう春が近いかなという感じですねまだまだ今日が15日ですねはい、えー 暖かになること、南総ちの私にはちょっと寒さは辛いですね。春く、暖かい春が来るな、がいいなという思いです。えー、マサーです。マ、ま、サーに、この YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。え、また明日の1分間予託でお会いいたしましょう。シ